はい、こんばんは。マチカフェ TV の藤島です。遅くなってしまいましたね。はい、一段落ついたんで、放送をしなきゃと思ってですね、NHK の世論調査ですね。このページはなかなか見やすいですね。よいしょ。NHK は今月19日から3日間ご覧の方法で世論調査を行い、 58% に当たる1270人、まあ、この放送の内容がですね、ずっとこうページに写真入りでこう書かれてるんですね。このページは本当見やすいですね。ちょっと拡大しすぎかな。同じだな。はい、内閣支持率がまあまあ下がるでしょうね、そりゃ。まあコロナの対策については評価するしない、いろいろ分かれてます。評価してもしなくても、もうそのこういう大規模な災害とかその、まあ、パンデミック、こういった場合にはもう時の内閣が対応するしか仕方がないんで、まあ、それにはその、まあ、見ていてもね歯がゆいところはありますけど、言っても仕方がないなというところがあるんですよね。ああしろこうしろって言っても、まあ一生懸命やった結果ですからね。ただまあ本当に言い尽くされたようなことだけれど、何をやってるんだろうと、対応が遅い、後手後手に回ってて、もう最初からそうですものね。ちょっとなんかこう、このコロナ対策については本当ならば内閣の支持率が上がるんですよね。こういう時ってのはまあ、大阪の府知事が非常に皆さんに評価されているように、積極的な対応を打っていくと世論のこう支持を受けやすいので、まあ何をやってたのかなということですよね。まあ、ちょっと安倍内閣のこの政策決定の中身が結局こう安倍総理の、まあ、一強支配が強まって、まあ、まあ私が言ったように裸の王様的に、何もこうきちんと安倍晋三にものを言う人がいないっていうことが一つのやっぱり原因だと思いますけどもね。これね、コロナウイルスの対策はある程度評価する 45%、 大いに評価する 6% を加えると、まあ半数 51%、 半数の人がまあまあ評価しますよということを言ってるわけですよ。だからもっとこう国民から見て内閣の中でですね、けんけんがくがくやって、本当に国民のことを思って出てきたアイデアをパッと出して野党にも協力を求めてやりましたってい こうさっぱりした姿は見えないっていうところが非常にどこがやっても一生懸命はやるんだろうけど、安倍内閣がコロナ対策に対して一生懸命、やってないとは思いませんけども、やっぱりその政策のその決定に関わるプロセスというのかな、普段何をやってるんですかというようなことが非常にこうありますね。結局給付金の丸投げ中抜きとかですね、この給付金対策の、電通に対してその、電通とりそなと、振込手数料をこう
振込手数料を取ってね、あこれか、振込手数料を取って電通に投げてると。これが非常に大変な問題に なりますよね、やっぱりどうしてもね。まああの河合案里克行夫妻の政治資金あの買収事件のねことが報道されがちですけども、まあそれはその一つというか、まあ二人とも国会議員で、自民党が投資をして、お金をつぎ込んでやったという、まあそんなことやっちゃダメですよねっていう、逮捕されちゃいますよっていうことなんだけども、この政権のスキャンダルとしては、給付金のこの中抜き問題が非常に大きいですよね。ジャーナルさんこんばんは。はい、なんだったこれか、電通ダミー法人、ああこれか、一般社団法人サービスデザイン推進協議会サシン協、これは2016年電通パソナトランスコスモスの3社で作った団体だと。なんかこう丸投げをする、なんか どういう仕組みだこの左心鏡のちょっと待って、なんかこれがやっぱり大きな問題になると思いますけどもね。だ経済産業省も実際その契約はあのその左心鏡とやるんだけども、そこが どこに電通に再委託して、で電通もまた再委託すると、再委託するという、で最終的にどこが実際にやるのって言ったら経済産業省がその実態を知らないという、これは大きな問題になりますよね。これが見やすいのかな、やっぱり。持続化給付金の流れ。で、経済産業省からサービスデザイン推進協議会必要経費20億円。電通必要経費104億円でまた投げると。このサービスデザイン推進協議会を作っている会社3つね、電通パソナトランスコスモス3社で作ってるということなんだから、自分が作った協議会に丸投げしてもらうという、これは大変な問題になりますよね、やっぱりね。で電通が必要経費104億円を取って、まあ本当に中抜きですけどもね、で電通の子会社に投げると。でまた孫受けが出てくると。ところが経済産業省はこの全体像を把握してないと。まあ把握してないでしょうね、そりゃね。ちょっと弱ったもんだと思いますね。まあ、これは本当にあのコロナがまあある意味みんなこう慣れてきて、まあ早くなんとかしてほしい、結局抜本的な対策っていうのはそのワクチンの開発、それがあのきちんと
世の中にワクチンが効果が行き渡って、だ 1年2年かかるでしょ。で社会が落ち着くのに4年ぐらいかかるって言われてますから、まあ今1年目で、まあ国民もなんか諦めてるというか、もうこれに付き合わざるを得ないというのがまあコロナで、そういう意味でこう政府に対するその批判的な目っていうのはこう非常にこう厳しくなってる時にこれが出てきたわけですから、これはもうちょっと致命的かなと思いますけどもね。で安倍内閣が解散総選挙に打って出るかどうかですよね。もうこの安倍内閣っていうのは、解散総選挙でもって、敵をこう排除してきた、力をつけてきたというよりもこう自分のその邪魔なものをそぎ落としていったというような感じがありますからね、まあ、ここでまた最後に、どうするのと、安倍晋三もう次に譲るのかと、まあ、岸田に譲りたいけれども、石破が掴もうとしてきていると、ね、まあ剣道長来を期す石破、全城を狙う岸田、まあ国民には関係ないところで今暗闘が続いているわけですよね。そんな中で解散総選挙、この間から解説しているように、まあ安倍総理が解散総選挙について、どう考えるのか、まあ、以前のその安倍康夫大総理大臣が麻生太郎新内閣にですね、もう解散をするタイミングを作ったと、一回こう、とにかく自民党の政権を維持しなきゃいけないと、で解散総選挙で勝つためには総理大臣を変えて、麻生太郎は当時人気があったから内閣支持率を上げてね、それでもって改ざんしようっていう、まあ、そういうタイミングを、まあ、福田康夫のある意味その、まあ、高い見地から見たというかね、いい判断だったんだけど、それ失敗して、自民党は民主党に政権取られたわけなんですけど、まあ、その頃の悪夢が蘇る、どうするのか、安倍内閣でもう一回解散総選挙を打つのか、じゃあどの内閣に変えて、どのみち政教体制は組まなきゃいけないけれども、まあオリンピックの来年オリンピックをなんとかやり上げて、任期満了の手前で解散総選挙と、まあ、安倍晋三は粘って行きたいんでしょうけども、あまりにも内閣支持率が落ちるとですね、そうもいかなくなりますからね、まあ、そういう意味では危険信号が灯ってきたということですけどもね、支持するが 36%、 まあ 20% 台になったらやばいですからね、もうダメですからね。まあ結局その政府としてはある意味その点数を取りやすい、適切に対処して国民にこんなにことやってますよって言ってさっさとコロナ対策をしておけば、まあ、政府としてはこう国民の信頼を得るチャンスだったのに、コロナ対策でそれをしくじった。で、河井案里夫妻の今その買収事件が取り出されてますけど、やっぱり検察庁法改正案で、国民の理解を得られない
黒川検事長を内閣の閣議決定でもって、定年延長した。で自分のその捜査をこう検察のトップに自分のその守護神を据えてですね、桜を見る会とかその自分のこの逮捕を免れようとしたと、やっぱ国民に見透かされましたよね。まあ、このあたりは非常に、この下げの要因はやっぱり検察庁法改正案の、黒川検事長の問題だと思いますけどもね。あれ麻雀疑惑、麻雀賭博で黒川が辞任してなくて、あの内閣で決定したじゃないかと、閣議決定したと、余人に代え難いと、誰も他に代わる者がいないんだということですから、まあ麻雀賭博の場合はこれはもうそれやめなきゃしょうがないでしょっていう、やめることに対しての理解っていうのは得られますけど、これが麻雀賭博でもなかったらなかなかやめられないですよね。そういうこう、やめる理由にならないですからね。じゃあなんで、内閣で閣議決定したのっていうのになりますから、まあ、黒川検事長の辞任っていうのは麻雀賭博っていうのは本当にこうよく思いついたというか、まあ黒川自身も退職金はもらって、あとは弁護士で金稼ぐように、これからの人生をね組み立てていくと、まあ、いう本人の理解も得て、そうじゃないと検事長までやった、まあ、天皇のその承認を必要とする認証官、なかなかこう辞めさせることはできないですからね。しかも内閣の閣議決定をしたと、定年延長を決めたばっかりだということになると、なかなかこれはまあ、政権のそのお荷物になりかねないところだったんだけど、あそこでこうスパッとこう黒川の問題に終止符を打つことができた。でまあこの河井案里夫妻の逮捕っていうのはまあ一つは分かってたことですから、まあそれに加えてこのやはりサービスデザイン推進協議会持続化給付金の中抜き問題、まあ、これで国会を上手にこう締めたものの、この疑惑がブスブスブスとこう次の国会まで、こう火種がくすぶってるというか、まあこの問題についてはどん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 こう情報が新たに出てくるでしょうからね。今こういうまあ整理ができてるんだろうけど、この中抜きのお金っていうのはじゃあどうだったんだっていう、これは本当に政権のね致命傷になりますよね。まあこれを踏まえてどう考えていくかですけど、私今これネットを見て、ニュースもネットで全部見てますけど、テレビのニュースがないんで私の言ってることはもう皆さんテレビのニュース解説で聞いてるのかもしれませんけどね、はい、まあ非常にこの NHK のホームページはね、内閣世論調査のホームページは非常に見やすくていいと思います。これがね、こう日本の国民って本当に、まあ、落ち着いてるというか、この移動自粛緩和のタイミング、適切だが 35%、 早すぎたが 47% もある。で 遅すぎたは 11% しかない。これはちょっと私は意外でしたね。もっと早すぎたとこう適切だが拮抗して半々ぐらいかなと思ったら、いや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 、なかなか
まだまだこう自粛を強めなきゃいけないんだと、うん、やっぱりその国民がこのこぞって政府に協力して自粛の要請を受けて協力をして、まあ、僕なんかもこうマスクをして出かけますけど、今日もあの父親の病院に行ってきましたけど、買い物もしてね、まあ、国民が本当にこう政府に協力を惜しまない、自分たちの安全をやっぱりあの確保するということもあって、政府に対する協力を惜しまないで政府の要請を受けて、国民が粛々とこう自粛生活をしている。まあそれに対してやっぱりその一部の国民がこのそういうその全体の流れを乱して、またこう第2波を拡大させてくるというようなことをやっぱり心配する向きが多いんですよね。まあ、ある意味本当にこう日本の国民のこの全体主義的な、とにかくみんなで、全体で、一つの問題に向かっていこうという、こう国民性がよく出てますよね。イージス・アショアの件、評価するが 48% で、評価しないが 29% で、まあ、4分の1ぐらいはちょっとよく分かんないということなんでしょうけど、まあ、評価が高い、ね、私があの、何日か前に解説しましたけど、河野太郎はもう、自分が総理大臣になるんだっていうその野心をこう隠さない、政治家として有名ですから、とにかく若い頃から、自分は総理大臣になるんだ、総理大臣になるんだってこう言い続けて、で要所でアタックするんですよね。で安倍内閣の閣僚になってから、ちょっとこう矛先を収めて、従順な姿勢を見せていたけれども、まあもうやっぱりこう安倍政権もう今はこう抑えが効かない、閣僚がこうやって河野太郎のように、自分が総理大臣になるためにはここで自分が防衛大臣としてね持てる権限を全部発揮して、国民のために自分はさっさと行動するんだということをアピールしておこうという、まあ、一つのパフォーマンスですけどもね、これはあの非常に的確なパフォーマンスだったと思いますね。でその安倍内閣、まあ、安倍晋三にとってもですよね、もうこの問題で、自民党のこの一つのその了解を得てこうああだこうだ言ってから発表するというんじゃなくて、もう河野太郎の先走り、河野太郎個人の、政治家としてのこうパフォーマンスが先に出たわけなんですけど、まあ、安倍晋三にとってはもうごちゃごちゃ他のことでしている時に、持続化給付金だやれ大変だ解散どうしようとか言ってる時に、もうこれは逆に安倍晋三にとったらああもうどうぞやってくださいというようなところだったんですよね。だからこういうことになったと思いますよ。もっとこうあの二階幹事長とかですね、うるさい人たちがいて、もっとこう自民党内で意見をこう集約してから言うべきじゃないかっていうようなことを言われてますけど、まあ、河野太郎のその自分で国民にアピールする機会を作りたいというところと、もうパッパッパッとやって、とにかく、いやあれは河野防衛大臣がね先走ってやっちゃったから、まあでも防衛大臣ですからね、自分の所轄のところだから仕方がないですよねって言って、まあ安倍晋三のその、ある意味安倍晋三の利益と河野太郎の利益が変なところで合致したんでしょうね。だからこういう、パフォーマンス的なことになったんだと思いますけれどもね、まあ、非常に政治家として総理大臣を目指す議員としては非常にこう的確な判断だったと私は思いますね。で国民にとってもまあさっさとこう進んで良かったんじゃないですかね。というようなことで、非常に
この NHK の、世論調査の、ね、ホームページは見やすいので解説もしやすいですね。解説のどこに解説にはなってないですよね。ただ読んだだけだけどもね、さあ、ちょっと、ブッシュは家飲みをする準備をする時間がなくてもういきなり放送してしまいましたけど、一段落ついたんで、もうこれから結構つまみ作ったりとかやってたらね時間もかかるんで、もう今日はもうパッと放送してしまいましたけど、はい、また明日放送しましょう。じゃあおやすみなさい。これから自分の飯を作って一杯飲みます。おやすみなさい。はい、藤島最高ということでありがとうございます。じゃあまた。